はい、それではトライに通って良かったと思う瞬間を教えてください。私がトライに通って良かったと思った瞬間は、数学で100点を取った時です。私は高校2年生になる時にこの塾に通い始めて、数学を教えてもらうようになったんですけど、丁寧に教えてもらって自分でよく理解ができたことで、高校生になって初めて100点を取れたので嬉しかったです。はい、それではトライに通い始めたきっかけを教えてください。はい、僕がトライに通い始めたきっかけはこれです。自習室。なぜ自習室がいいかというと、高校3年生になって勉強したいなと思った時に、勉強できる空間と時間が欲しいなと思ったので、トライだったら自習室が日曜日以外は空いているので、これを利用して勉強をする習慣をつけようと思いました。はい、それでは将来の夢や目標について教えてください。はい、僕は国公立に絶対合格したいです。で、国公立、自分の受けたい国公立に勉強して頑張って受かって、とても充実した大学生活を送りたいと思います。はい、それではトライで働いていてやりがいを感じる瞬間を教えてください。はい、僕がやりがいを感じる瞬間は、分かったと言ってくれた時の生徒の反応です。僕は数学を専門としているんですけど、授業やスタッフとして回っている時、結構数学の質問されるんですけど、その時にやっぱ難しい問題とかを教えてあげた時、生徒が分かったって言ってくれた時、やっぱすごい嬉しいですね。以上です。